アレクシス・ジョルダン・クロードとマ・アレクシス・ジョルダンは、フランスの植物学者、分類学者である。それまで、一つの種として分類されていた植物の中の、形態上の違いを調べ、それぞれが独立の種として分類されるべきであると、主張した。リオンの裕福な家に生まれた、父親のような実業の道を選ばず、科学に進んだ。リオン・リンネ協会の会員となり、 ティメロワラの博物学者から影響を受けた。1836年から1877年に渡ってフランス全国を旅し、中央高地、アルプス、ピレネーなどやリヨン近郊で植物を集め、リヨンに広大な植物園を作り、後にリヨンの園芸雑誌の編集長となる園芸家、ジョゼフ・ビクトール・ビビアン・モレルの協力を得て、数千の植物を栽培した。 生涯を通じ200人ほどの植物学者の標本集を集め膨大な標本館を作り上げた。植物の種の中の微小な形態の違いからそれぞれが独立の種として分類されるべきであると主張した分類学者である。細かく種を分けすぎる傾向は批判され、彼が命名した1685種の植物はオランダの植物学者ロッチによって ジョルダン種と批判的に呼ばれることになった。1874年にプランションは、植物種の細分化とジョーダンザムという記事で批評した。ヨードは、植物の学名で命名者を示す場合に、クロード・トマ・アレクシス・ジョルダンを示すのに使われる。ジーン、ジャック・アミーゴ、ジョーダン、イン・ヌーボー・ディクス・ヨネアでバイグロフィス・ル・シール・ネーザス、ボリューム3サイエンシズ・デラビー・デラテール、ペルピニャン、 パブリケーションズデール・オリビエ、2017、915、PJ スター・グローバル・プランツ・ハット、ベタニカス・チェイス・テイングット、ベリアビビット・デ・ロージー・アーズ・ハット、ワールドキャット・タイトル・レモーセ・ロマント・デ・エル・エスペス、EN ・ボティニク・イル・ジョー・デイ・ニーズム・ハット、ワールドキャット・タイトル・アイコンズ・アド・フローレム・エウロパへ、ハット・グーグル・サーチ。ありがとうございます。